福田藩校肖像椿鎮山筆吉尾寺倉、青緑山水図兼本着色聖稼堂、文庫美術館、福田藩校源氏元年8月23日は、江戸時代後期の日本の難画家である。名前は吉、字は吉人、通称は京三郎。諸号は万古、藩校は後に付けた号で、別号に赤月夢。渡辺火山の皇帝で、火山十明の一人。 文化元年、東都海国三つけ塾の脇本陣隣の旗子を営み、町役人も務めていた家に生まれる。母方の大久保家は、聖火の近くの大見国摩神社で観主をしていた。父、一郎江門は国学を学び、元織の利長に入門している。幼少の頃から絵を好み、文化十年頃から、掛川藩の御用絵師、村松以降に絵を習う。同門に、 平井健才がいる。この頃は、出身の岩田と近くにある、今の裏という、小さな湖にちなんでか、岩子の号を用いている。文政7年21歳で、江戸に出て、終わり出身の匂い伝大霊に1年ほど学ぶ。その後一度距離の見つけに戻り、3年間家で私塾を手伝いながら、写生と花鳥画を独学し、毎日鳥を100羽描いたという。 天保元年頃から、反抗の号を用いるようになる。やがて遊歴の旅に出て、天保4年4月、30歳の時、田原に帰郷中だった、渡辺火山を訪ね、山本梅一らの諸先人の絵について語り合う。翌年再び江戸へ出て、以後は火山に教えを受けながら主に江戸で活躍する。その一方、関東地方を中心に旅巡業を行い、ここをしのいでいたようだ。 柳川西岸筆の圧線状が残っており、西岸のような著名な文人の仲介を頼りに、地方の休暇を回って、画作の依頼を受けていたようだ。火山が田原に英秩序になると、天保11年10月に田原まで火山を訪ねて、喜ばせている。犯行は生活費の苦面もしていたらしく、秩序状態で公に絵を売れず困窮している火山の生活を助けようと、諸画会を企画する。 ところが、これが、田原藩で問題視され、火山を切腹に追い込む原因となってしまう。この事件は、犯行にもショックを与えたらしく、同時期の作品にも、制裁を書くが、やがて立ち直り緻密で繊細な作品を残す。源氏元年、61歳で病没。戒名は、松陰者赤月夢子子火山を死に追いやったことを生涯悔やみ、地下で火山に謝罪するため、 渡辺家の菩提寺である小石川府坂義雄寺に葬らせた。義雄寺には大沼鎮山千分の墓姫があり、岩田市大道にも石川交際による交際没後の大正13年に建てられた検証碑がある。民心画に学び、穏やかな描写に反抗の持ち味がある。若い頃は緻密な着色が多く、晩年になると水墨画の作品が目につくようになっていく。 火山の弟子ではあるが、死と異なり絵師として、文をわきまえ、西洋画に関心を持たなかった。兄弟子の椿沈山が、課長が、展覧会図録。ありがとうございます。